極めて珍しい現象で熱を発生してないんです。はい。この程度なんです。このぐらい。作り赤く変わってるのね。大丈夫、爆発はします。ね、光って光って光ってで。おお、回ってるの見える。が、うまくいってないと。配信させていただきたいと思います。一旦じゃあスライドを次のページに送っていただけますでしょうか。はい、改めまして皆さんおはようございます。綿ですよね。綿、こうしよう、こっちの方がいいかな。うわあ、みんな見ました？今燃えた後なくなっちゃいましたね。あ、綿もなくなってる。ね、そうです。いわゆる昔エチルアルコールで今大量に入れたんですけど、はい、メラメラと思いますよね。ですね。水曜日の猫ですね。ちょっとだけエタノールを入れます。はい、おお。まあちょっとあまりこうズームだと音はそっちにがねアウェーだとアタフタするんですよね。そうですね。と空気よりも。軽いってのが分かります。でもそんなに怖くないんです。この程度なんです。爆発しませんよね。ボカンとはいけませんよ。ね、燃える。このぐらい作りました。これにちょっとでも酸素が混じるとどう？ちょっと耳痛い。言いますね。軽く振ると赤く変わってるの見えますか？これもカラーマジックでよくやるんですけど、はい、それを激しく振ると。緑色ってなんかちょっと色濃いな。やっぱちょっと測るべきでしたね。皆さん見えますか？黄色、赤、緑といえば、あ、色薄くなって黄色っぽくなって見えてきた。みんな分かりました？え、混ぜることによってリモートでこういうのやるっていうことにもう土台無理があるんですよ。いやいやいや、みんな楽しんで見てますよね。はい、はい、うわ、大丈夫、爆発はします、ちょっと一応2色ね、絵の具使ってみたんですけども酸素元気だ、ほら酸素の泡なんですよ、これ。ぼんぼりみたいですね。光って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 。ね。すごい光ってます。光、液体が光るっていうのは極めて珍しい現象で、熱を発生してないんですね。あ、そうなんですか。そうそう、提灯あんこのこの先、これ、私しか触っちゃいけないんですけど、ね。あ、そうなんですか。はい、光に一応貢献したらしいということで、はい、ということでこんなありがたいものをいただいてます。ただ科学実験をですね、これリモートでやる、そのズームでこう今いろいろ設定とかね、もともと土台科学実験をいわゆるリモートでやるっていうのは非常にハードルが高いです。で時間は取りますけれども、どこかで時間を切ってですね、でまたうまくいかなくても後でまた修正できますので、プリントの通りですね、順を追ってやりますので、まあ、ゆっくりやりますので、こうやって手元を見ながらですね進めていってください。磁石をご用意くださいということでお願いしていました。こういうんですね、まあ、もともとですね、この大きさのもの、炭酸電池にこうペコンとこうくっつくぐらいの幅の面積のものということでお願いしてたんですけども、アルミホイルでくるみます。次の、プリントで言うと2番の部分になりますね、はい、炭酸電池に画鋲をテープでつけるというつければいいので、この間が、まあ、5ミリ5ミリつながっていれば良いという程度のものとか、はい、この角度でこんな感じだって やるとものすごく効率いいんですけど、うん、これ画面だけだとなかなかねイメージが、ね、伝わらなかったりするのでね。確かに、うん、なんかリアルとこのリモートでやるオンラインとの良さの違いはありますね、はい、そうですね、これを乗っけるだけです。こうですね、さっきも回ってるの見ていただいたので分かると思うんですけど、これですね、どうでしょう。ここまで来れれば大したもんなんですけどね。さあ、皆さん、はい、いかがでしょうか。今の操作だけで、おお、回ってるの見える。見えてますか。鈴木さんのところ回ってるの見えます。行ってていた、大したもんですね。これもね、実はちょっとね接触がうまくいってないと引っかかったりするんです、うん、電気流れるので、うん、どうですか。どうだろう、